ユカギール諸語の地理的分布。その他は、ウラル語族17世紀のユカギール語の分布。東シベリア局北の広範囲に分布していた。ユカギール語族、または、ユカギール諸語、ユカギール語とは、シベリア東部のコリマ川流域に住むユカギール族が、話す、諸言語からなる語族である。便宜上古シベリア諸語の一つとされている。古くは、バイカル語から、 北極海まで分布したと言われ、17世紀には、レナ川から、アナディル川川口に至る、広範囲で、約9000人に話されていたが、現在ほとんどの人々がロシア語やサハ語を使うようになり、和社は200人以下に減り、絶滅の危機に瀕している。現在残っているのは2つの言語だけである。文法的には、公着語であるが、名詞には、設備字がつくのに対し動詞には、 窃盗時がつく特徴がある。ウラル語族同様、母音蝶は、否定同士が存在する。他言語との関係は明らかでないが、ウラル語族と関係があるとの説が、比較的有力であり、サモエード語派に近いと見られてきたが、最近の研究では、フィングゴル語派との共通の特徴も指摘される。また、チュクチカムチャツカ語族などとの親縁関係が指摘される、こともある。 ホマーストルーム、ハラルド・フォーケル、ロバート・ハスペルマス、マーチニエ・トール、エズ、ユカギール・語族、グロッタローグ2.7、イエーナ、マックス、プランク・インスティチュート history, <ht> ・フォーザ・サイエンス・オブ・ヒューマン・ヒストリー、http コロンスラッシュスラッシュ GLOTTOLOG.org スラッシュリソーススラッシュ LANGUOID スラッシュ ID スラッシュ u k h 2 5 9ペダル線 ホルガー、1933、ツアーフロガナー派デアアーブルバンツシャフトで、インドウレペイチェンミットデムウグラフィニスカン、メモアーズデラソシエテフィノグリエン67、308-325、コーリンダー。ビヨンジュカジュリーシチュウンとユーラリスチ、ウップサラ、アルムクビストウィクセル、世界大百科事典、第2班ユカギール族ユカギリー、ハットフォーテスキュー。 マイケル、1998、ランゲージ・リレーションズ。アクロス・ベアリング・ストレート、リオプレイジング・ザ・アルケオロジカル、アンド・リング・イスティック・エビデンス、ロンドンニューヨーク、キャッスル、ISBN0 から304703303。ありがとうございます。